ポジェガは、クロアチア東部ポジェガスラボニア軍の都市及び、基礎自治体である。人口は2001年現在28,201人で、ポジェガスラボニア軍の軍都である。幹線道路であるノバグラディシュカ・ポジェガ・ナシッセを結ぶ、M1.65 セニア、ノバカペラ・バトリナ・ポジェガ・ベリカ、ベリーカ・ポジェガ・プレテルニツァ・ナシッセを結ぶ鉄道が、経由する。スラボンスキブロドの、 北西側で、ポジェが盆地の南西部に位置する。標高は152メートルで肥沃な土壌から、ローマ時代より、黄金の谷を意味する、バリスアウレアと呼ばれていた。盆地は、スラボニアの山や丘陵であるポジェシュカゴラ、プスニ、パプク、クルンディア、ディリなどに囲まれている。ローマ時代、属州パンノニアに属していた。ゴート族やランゴバルド人などのドナウ川ワ流域から、 イタリアへの移動ルートでもあった。6世紀から7世紀にかけて、南スラブ人が定住し始めた。9世紀、マジャル人がパンノニア平原やスラボニアを領域とし始める。ポジェガはビザンティンやスラブ人の小規模な支配地などと、ハンガリー王国の境界として、スラボニア支配初期の戦略的な場所であった。 ハンガリー最古の司書であるアノニュム著のゲスタハンガロリウムに最初にポジェガの言及が見られスラボニアの3つの要塞に関して書かれているポジェガでは六角形の要塞が現在の町の中心の丘に広がっていたおそらく11世紀の間に建てられたものとされ最初の文書ではポジェガは明らかに1210年からとされているアンドラーシュ世より都市特権を 初めて得たのは1227年1月11日のことである。14世紀、オスマン帝国の襲撃による不安定さから経済的に低落する。15世紀、それまであった堀の代わりに城壁が建てられたが1537年のオスマンの襲撃によって守備の不十分さが証明された。 その後150年間にわたりポジェガはオスマンの支配下に入り、ポジェガには三尺が置かれた。1537年以後も経済的にかなりの低迷が続き、当時ポジェガには110の住居と15の商店があったとされる。しかしながら、1579年には160の職人がポジェガにより安定が増し人口も増加した。1593年、 死作の戦いにおいて、ポジェガ三尺の地方長官が亡くなり、オスマンにとっては、ヨーロッパで初めて負けを喫し,し、その後停落をたどる。最終的に1688年3月12日に、ポジェガはオスマンより解放される。この日は、現代のポジェガの新たな祝日となっている。解放後ポジェガは、ハプスブルク君主国の支配下に入り、1745年に、 ポジェガの権限は、クロアチア人総督に戻され、その後ハミエへの時期が訪れる。1699年に、クロアチアでは5カ所のみの初中等学校が開校する。1727年に、イエズス会によって劇場が建てられ、1740年には、町で、最初の薬局が開かれる。1760年には、ポジェガにアカデミアポセガナが開かれ、クロアチアでは、 ザグレブと共に高等教育の中心であった。1765年にマリアテレジアによって帝国自由都市としての地位が認められ、ポジェガ大聖堂の建設が援助された。1847年、ポジェガはクロアチアでは最初に公用語としてのクロアチア語が公式に使用されるようになり、スラボニアのアテネという愛称もある。 1941年から1945年にかけては、クロアチア独立国の支配下にあった。当時の警察署長、ミリボイ・アシュネルのもと、セルビア人やユダヤ人への戦争犯罪が犯された。また、戦時中ドイツ系クロアチア人も301人が死傷している。1991年のクロアチア紛争時には 10km 西のパクラツでは、 激しい戦闘があった。1993年に、現在の軍である、ポジェガスラボニア軍が成立する。ポジェガの主要な産業は、農業、畜産業、鋳造、工作機械や、家電製造、食品加工、繊維業、木材加工、印刷業などである。また大規模な病院も立地する。ポジェガには800年来の文化や、 歴史的な遺産があり、それらの伝統をもとにした観光の振興も進められている。伝統的な文化行事やパフォーマンスもポジェガでは数多く行われている。3月12日には町の中央広場で1688年にオスマンに勝利した時を記念して砲撃などのショーが行われている。これにはブドウ畑での砲撃の催しも含まれ、 戦いでの勝利のシンボルにもなっている。映画や秋の音楽関連の催し、ドッグショー、ワイン関連の催しも開かれている。また、スポーツも盛んで、10月には、柔道のトーナメントが開かれるほか、モトクロスのクロアチアチャンピオンシップ、バスケットボールのトーナメントなども行われている。ありがとうございます。